Vision for the Life。 車で行こうです。今日ご紹介する車はアウディが新たにリリースしたコンパクト SUV Q2 です。アウディの SUV としては最も小さなモデルとして登場した Q2。 この車のポイントは大きく分けて3つです。まずはパッケージング。全長 4.2 メートル、全高 1.53 メートルのボディは日本の狭い道や立体駐車場などにも対応。一方でワンサイズ上のクラスに匹敵する車内空間もしっかりと確保しています。続いてスタイリング。多角形を意味するポリゴンをモチーフにした新しいデザインコンセプトはアウディの他のモデルとは一線を画す新鮮で存在感のあるものとなっています。最後はパワートレイン。116馬力を発揮する1リッター直列3気筒ターボエンジンと150馬力を発揮する 1.4 リッター直列4気筒ターボエンジンの2種類が用意されています。スターティングプライスが300万円を切るなど新しいユーザー層の開拓を狙うアウディ Q2、 競争激しいコンパクト SUV 市場でどのような差別化を図っていくのかしっかりとチェックをしていきます。今回は高速道路とワインディングロードでの市場レポート、そしてアウディジャパン担当者へのインタビューを通してその実力に迫っていきたいと思います。最後までお楽しみください。それではこの後アウディ Q2 の市場レポートです。Engine for the life。 今回の車はアウディのコンパクト SUV Q2。 新たなデザイン要素と絶妙なパッケージングによってこれまでのアウディとは一線を画すこの車のドライブフィールを岡崎五郎がレポートします。試乗したのは1リッター直列3気筒ターボエンジンを積むアウディ Q2 1.0 TFSI スポーツです。エンジン for the life。今日はアウディ Q2 に試乗しています。この車パッと見てうわアウディ変わったなと思う方多いと思います。まず目につくのがポリゴン多角形の形状を持つフロントグリルですね。この顔つきはやはりその SUV らしい押し出し感プラス、アウディならではのそのブランドイメージの高さ、これはうまく両立していると思います。そしてやはり同時に新しさも感じさせますね。ボディサイドに回ると、これはちょっと僕は今までこういうボディの表現見たことないんですが、まるでボディのサイド部を鋭利なナイフで削り取ったようなそんな、面作りがされています。この Q2 に関しては比較的若い層を狙っているということもあるのかもしれないですが、結構チャレンジングなデザイン表現をしてきてますね。今日乗っているのは1リッターの3気筒ターボを搭載したモデルです。3気筒エンジン1リッターという数字から想像する以上にこのエンジンは余裕がありますね。もちろん巡航時の静粛性、これには全く問題ないですし、そこからアクセルを踏み込んでいった時の力感、当然そのうわ速いなっていう感じはないんですが、軽い上り勾配を走っている時も含めて特に大きな、不足感はありません。1リッターの3気筒なんていう、そういう数字だけを持っていると実際に乗るとおっとびっくりするでしょうね。足回りは、結構これアウディらしい硬くてすっきりとしたそんな足回りですね。今路面段差があるところを通過しているんですけれども、タイヤが段差を乗り越えた時の感触、これはなかなかいい感じです。それなりの突き上げはあるんですけれども、全くショックの角が立ってない、角が丸くなってるんで嫌な感じはありません。では続いてワインディングロードに持ち込んでこの Q2 の走りを見ていきたいと思います。
Engine for the life。さあ、ワインディングに入ってきました。上り、しかも4人乗り、このターンパイクの勾配をもう余裕しゃくしゃくで上っていきます。これはもう予想以上ですね。さらに僕の予想を、まあ、いい意味で裏切ったのが、回していった時のフィーリングなんですね。で、ぐっとこう回転を上げていった時のこの音であるとか、トップエンドに近いところでの回転フィールのスムースさとか、もう言われなければこれが1リッターの3気筒エンジンを積んでるなんてことはもう誰も思わないでしょうね。高速道路では気持ちのいいフラット感味わわせてくれたこの足回りなんですが、このワインディングロードに来ると、これなかなかスポーティーで気持ちがいいハンドリングですね。結構荒れた路面を走った時はちょっとこう車が揺すられるようなそういう動きが出てくる。ただまあ全体的にはすごくそのアウディらしいカチッとした乗り味に仕上がってますね。でいいなと思うのが、このコーナーでライントレース性って言いますけれども、これはあの兄貴分の A4 とか A5 にも言えるんですが、こうしてコーナーの進入で一旦打を決めてしまうと、もう修正打がほとんどいらない、そういうあのピタッと綺麗な弧を描いていく、この性能もこの Q2 は相当高いですね。まあ、視点がちょっと高めということを除けば、こういう道でも、全くその車高の高さ、重心の高さ感じさせない、自由自在に運転できる、そういう特性を持っています。このアウディ Q2 なんですけれども、やはりそのアウディの持ち味である質感の高さであるとか、スポーティーな乗り味、これを持ちつつも、やはり今までのアウディにはなかった、新しさ、それからなんか若い人にもアピールしそうな、そういったデザインを含めて新しいエッセンスが加わってきていると。しかもその車がスターティングプライス300万円を切ったところから買えるようになった。これはなかなか日本でも人気を集めるモデルになるんじゃないでしょうかね。まあ、1リッターの3気筒ターボとは思えない走りの良さだったんだけれども、あの4リッターの方、はい、それもともちゃん乗ったんだよね。そうなんですよ、うん、あの本当にパワーと気持ちよさを求める方におすすめのモデルだなって思ったんですが、うん、あの出足のレスポンスとか丁寧に回る回転フィール、あとメカニカルなサウンドを響かせながら走らせているっていう実感があるので、うん、そういったところは素晴らしかったですね、うん。まあ、特にターンパイクなんかを気持ちよく走ってる時はやっぱり、あ、こっちのやっぱり 1.4 リッターのがいいなとかって思えるし、まあ、スポーティーな走りを楽しみたい人は 1.4 リッターという選択肢も考えてみるといいと思います。はい、それでは安全性の評価に行きましょう。アウディ Q2 の安全性評価このようになりました。左の3つ、これが三角、標準装備ではなくてオプション装備となってしまっています。ということで安全性評価あと一息となります。そして燃費なんですが、今回はおよそ290キロ走ってリッター当たり 13.2 キロとなりました。それではここでユーティリティチェックです。まずは後席への乗り込みです。まあ、SUV のスタイルということなんですが、乗り込みやすさどうでしょうか。まずシートの高さ見ていくと、あの思ったほど高すぎないちょうどいい座面の高さ、開口部も縦横両方広いですね。そして実際の空間です。身長162センチの私が乗り込んで結構広いなという印象を受けるんですが、膝前 3.5 個、頭上の方もこれが原骨、なんと3つ入りましたね。大人の男性でも十分な広さです。この足元少しですね、こんな感じになって、かかとのところがちょっと張り出している形だったんですが、座面は短く背もたれは高めということで、状態は預けやすい構造でした。ラゲッジスペースです。ハッチを開くとテールランプは残される形で開きます。でこの縦の部分を見ていくと、この上方の方が少し傾いた形状ですね。ただ奥行きはしっかりあるので荷物は結構詰める印象でした。
このラゲッジのボードは2段階の上下調節式になっていまして、下の段にすると背の高い荷物が積み込みやすい、上段にしておくと鉱石を倒したときにフラットに倒せるので、このあたりは使いやすそうでしたね。全長が 4.2 メートルで全幅が1800×1795、結構これ扱いやすいサイズながらも、ハッチバックの A1 なんかよりはやっぱり室内も荷室も一回り大きいですよね。そうですね、なかなか使いやすい車だと思います。この後アウディジャパン担当者の方へのインタビューです。エンジンフォーザライフ。それではアウディ Q2 についてお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この Q2 というのは、もう全く新しく出た、モデルということで、まずはこの車の狙い、コンセプトから教えていただけますか。はい、特に特徴的なのが、コンパクトなボディサイズですね。全幅が 1.8 メートルを切るところ、それから全高が 1.55 メートルを切るところ、こちらが非常に日本の道路事情にマッチしたサイズになっておりまして、で一方で、ユーティリティ居住性に関しては、一つ上のセグメントである C セグメントの車と同等以上の居住性を持っております。なるほどね。そうするとコンパクトで扱いやすくて、でも室内は広いよっていう、結構おいしいとこ取りのコンセプトだなと、いうことなんですけれども、でももう一つかなりデザイン面でチャレンジしてきてるなと感じたんですね。このあたりの狙いはどんなところにありますか。ご覧になっおっしゃる通りで、デザインについては今までのアウディにない新しいデザイン要素を取り込んでおりまして、ポリゴン、つまり多角形のデザイン要素を取り込んでおります。それはどうなんでしょう。例えば今までのアウディのユーザーとは違うユーザーにアピールしたいとか、もっと若い人にアピールしたいとか、そういったこう狙いなんかあるんでしょうかね。おっしゃる通りです。デザイナーのチーフデザイナーの、談話になるんですが、こちらの、車のデザインを着想に至った過程が、川ですね、河原の石を眺めていて、川の上流から下流にかけて、人間の一生に例えてみると、川の上流の方の石というのはまだ削られてなくて、かなり角が立っている、ただし川の下流に行っていくとだんだん丸くなっていく石が増えていくと、これをうまくデザインの着想にしまして、より若い方を狙っていくということで、この、角が立っている多角面のポリゴンというデザインを採用したということでした。一方で安全装備に関しても今回かなりおごってきたなと思うんですが、このクラスではなかなかこうついていないものも今回つけてきてますね。はい、そうですね。例えばその弊社のトラフィックジャムアシストという装備が非常に特徴的なのですが、時速65キロ以下の、実際には高速道路の渋滞の時とかを特に想定しているんですが、車線 も車が維持してくれて、アクセル、ブレーキの操作も車がしてくれていて、ドライバーの方は基本的にはステアリングに手を添えて、すでに、運転をできる準備をしていただければ、基本的には車が、渋滞の時に走行してくれるという機能がついています。やっぱり SUV って結構遠乗りする人が多いと思うんで、その遠乗り時 その快適性とか安全性とか、それを考えると装備っていうのはついてると嬉しいですね。そうですね。一度乗ってしまうと、思ったより便利だというふうに感じていただいて、もう普通の運転に戻れなくなるんじゃないかなと、私個人は思う時がありますね。最後になんですけど、このアウディの Q2、 どういう方にこう乗っていただきたい、想定されるユーザーっていうのはどういう人たちでしょうか。はい、基本的にアウディで今までで一番若いお客様に乗っていただきたいなと思っておりまして、具体的に申し上げますと30代から40代の方を基本的には中心に買っていただきたいなと思っております。また一方で車のキャラクター、それからコンパクトなボディとかユーティリティ扱いやすさを考えると、女性のユーザーの方にもですね、積極的に選んでいただけるかなと思っております。なるほどね。なかなかその若い層がアウディって、値段も値段だしね、手を出しにくいと思ってたところに、でもこういう SUV でしかもそんなに高くないで、コンパクトなサイズっていうのが出てきたっていうのは、結構ブランドにとって間口が広がったんじゃないかなと思うんですが、やはりその今まで輸入車あるいはアウディ乗ってなかった人が Q2 によって来ていただけるっていうのを、やはり
かなり期待されてるんですか？そうですね、おそらくは6割7割ぐらいのお客様が初めてアウディに乗られる方になるかなと弊社では想定しておりまして、おそらくその半分以上の方が国産のユーザーさんだと思っております。はい、それではここでアウディ Q2 の評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、これ手頃な価格ながら手抜きのない車作りなんですね。今回乗ったのは364万円のグレードなんですけれども、300万円切るグレードもある。でそういったグレードにこう乗り込んでみても、やはりインテリアの質感、そのあたりはきっちりとアウディクオリティというものを維持しているんですね。でこれはもうアウディが A8 と一番上の A8 から A1 に至るまで、この部分、要はアウディクオリティを外さないというのは彼らのもう本当にこう意地のようなものなんですが、そのクオリティの作り込みの高さ、それこそ走りも含んでなんですけれども、これがこの Q2 にもしっかりと受け継がれているということです。×、これは新鮮なデザイン、しかし美しくはないということなんですね。とてもスポーティーで若い人が好むデザインなのかもしれないなと思いつつ、やはり僕は例えば1個前の A5 が持っているような本当にこう惚れ惚れしちゃうような美しさというものが、この Q2 からは感じられなかったんですね。でまあそれは僕が年を取ったせいかもしれないけれども、そうじゃないかもしれない。このあたり若い人たちが、どういうふうに捉えるのか楽しみですね。はい、私はマルラポイント、これは今のアウディの魅力をカジュアルに楽しめる1台だと思いました。プレミアムブランドの車を購入する価値ってすごく大切なんですが、 Q2 は今トレンドのコンパクト SUV である上に、さらにクールに仕立てた内装、フル液晶メーターのアウディバーチャルコックピットなど先進的な装備も充実、初めてのアウディとしてとても受け入れやすい付加価値がプラスされたモデルなんじゃないかなと思いました。そしてバッテン、これはブラックのファブリック生地が汚れが目立ちそうだなと思いました。これブラックのファブリック素材がシートやアームレストに使われていたんですが、例えばメイクのファンデーションとか日焼け止めとか触れるとちょっと目立ちそうなのが気になってくると、素材への負担が少なく汚れが落とせるクリーナーを探しておいた方がいいかなと思いました。コロコロなんか車内に置いとくといいかもしれないね。あ、そうですね、はい、はい、ということで2人の評価はこのようになりました。 Engine for the life.